3代目のこと、3代目って書いてあるとめっちゃ気になる。先日おみさんのアンサーツアー初日福井2日間無事終わりましたということでですね、今日の動画は盛大にネタバレしますので、もう何も知らない状態でこれからの公演に参戦したいっていう方はちょっと見ないでいただきたいと思います。私もこれから行くんですけど、内容を熟知した上で行こうかなと思います。早速初日どんな感じだったのか、セトリから見ていきたいと思います。まずね、サイキックフィーバーさんたちのオープニングライブ、約25分、そっから3分のカウントダウン映像で本編が始まると。アンサーシャドウから始まり、 Can you see the lights? Nobody knows Oh Naked Love Oh Overdose Oh Blue Sapphire Oh Give up Color Bride。 あ、なるほど、これはシャドウミュージックってことなんですね。チャプター1がシャドウで、なんかアルバムの曲だけなのかなっててっきり思ってたんですけど、前の曲とかも入ってて、嬉しい、楽しみ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 。で、次がチャプター2でシャイン、なるほど、対比ですね、対比。シャイン、ユー、スターライト、ヘイ、この曲めっちゃ好きやねん私、ヘイ、めっちゃ嬉しい。2番はサイキックが歌唱って書いてあります。へえ、そうなんだ。あー、ダイヤモンドさんセット入ってる、めっちゃ嬉しい、これめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、ダイヤモンドさんセットめっちゃ嬉しい。超超大好きな曲 Just the way you are。 あね、これ新曲めっちゃいい曲だよ、この曲も Just the way you are。 で、 After the rain、 あ、これ締めかな。あー、で、本編終わり、アンコール、 Under the moonlight、 おー、 Chain breaker、ちょっとオラオラ系というか、そういうのもやっていただけるということで、で、ハートオブゴールドで終わり、アンコールが3曲で、本編が15曲で終わりで、バックステージでホワイトボードを書くオミくんの映像が流れる。楽しかった？いっぱい間違えたいっぱい間違えたんだ初日だから許して、また会えるかな、また会おう。で、終了、楽しみー。じゃあ本編はこんな感じということで、まあ、気になるのはあれですよね、ファンミ。まずオミさんのトーク、ラブレター。ラブレター、あ、そういえば本編に入ってなかったですね。あ、ファンミだけで歌ったってこと。へー、そうなんだ。でもなんかあれですね、ラブレターはなんかそのおみさん自身は今回のアルバムに収録する予定はご本人自身はなかったんだけど、ファンの人とかスタッフの人になんか入れてくださいっていう要望があったからなんか入れたって言ってたんで、なるほどなるほど、そういう感じなんですね。はい。で、質問コーナー、スマイルムーンナイト、写真撮影、来た、写真撮影言ってたやつだ、なんか写真とか撮れたらいいですねって言ってたやつですよね。はい、では質問コーナーでどんな質問が出たのかを見てきます。ファンミで愛か夢かの質問の子、何回も質問付け足した後に最後に、私本編もここの席なんですよ、名前〇〇です、ライブ中に見てください的なことまで言ってて引いてしまった。おみくんもはいはい分かったよ的な感じで優しいから切り上げられなくてかわいそうだった、本当にやめて。あ、何？質問ってさ、ちょ待って。質問ってあれなんだ。もうさ、事前にさ、送ったじゃないですか。ファンミ当たった人。あれをさ、私、スタッフの人がなんかがまとめて、スタッフの人がなんか質問かなんかするかと思ってたら、え？直接質問するの？え？そうなの？来たんですよ、そのファンミ当たった人で、質問ある人はこの日までになんか送ってくださいみたいなので、私も送ったんですけど、なんか本当にさ、聞きたいことって聞けないじゃん。200人もいるしさ、だし、そんな、1対1の場じゃないから、場のことを結構考えて、した方がいいかなと思って、ネタっぽい質問私送っちゃったんですよね。会場全体が盛り上がったらいいなと思って、本当に聞きたいことではないんだけど、まあ聞いたらこれ盛り上がるかなみたいな感じで、そういうことを考えてちょっと送っちゃったんですけど、私。はい。これ何当たったら自分で言わないといけないの、やばいなそれはそれで何、これ何、すごいね、すごい、アピールしちゃったってことね。質問のついでにアピールしちゃえみたいな感じでしてしまったと、そういう感じですね。そんで、若気の至りもあるだろうけど、外れた人の気持ち考えてとは言わないけど、200人で共有してる時間だし、何よりおみくんのこと好きならおみくんのこと考えてほしかったな。はい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 。おみくんはもっとライトな質問が来ると思ってた。好きな色何ですかとか。わら。
と言っていたので、ライトな質問をお願いします。まあ私の質問はライトなんで大丈夫ですね、はい。ちなみにここの席なんで見てくださいって言った後に、その質問者がですね、はい、おみさんがみんなが同じこと思ってるからって言ってくれたし、本編で全然その席見てなかったよ。私は好きが増した。まあそれぐらいおみさんも分かってるよね。みんなが見てほしいっていうのは分かってるさね、おみさんもね。まあそりゃそうでしょうね。挙手制でおみさんが指名だって、ガチ？そうなの？じゃあ事前に送ったあれなんだったの？福井だったから間に合わなかったとかかな。結構ギリギリだったよね。土曜日の2日か3日前ぐらいの締め切りだったと思うけど。ファン見付きチケットの当選者の座席は上から見た時に、オミのこのスラッシュのマークになるように配置されていました。最前列の人もいれば13列目の人もいる感じです。あ、なんか詳しく書いてる人がいた。質問は事前エントリーありましたよ。その中の一部がスクリーンに映し出された状態で、質問がある方が挙手して尾身さんに刺されたら質問できるという形でした。昨日はスクリーンに出されてる質問でも他のものでも OK と言っていました。はい、次。質問コーナーでは、オミくんがファンの質問に結構深くまで答えてくれて、このファン見を開催したのにもきちんと理由があって、いろんなことを言われているのにも気がついてるようでした。世界的なアーティストと日本のアーティストとの違い、そこを変えていきたいと言ってました。世界的なアーティストは値段で座席の区別をしていて、広いドーム公演の場合はステージのアーティストが小さくしか見えない席もある。同じ値段ではなくてもいいんじゃないって思ってるけど、それもいきなりするのは難しい。なのでまずは今回のファン見を開催してみましたって言ってました。あー、なるほどね。日本だと2階席でも近くの席でも料金が一緒だけど、海外のアーティストのライブだと違うっていうことですね。で、そういう方向にいきなりはできないけど徐々にしていきたいっていうことなんですね。はい。目についたのから読んできます。一番好きな香水は何ですか？シャネルかな。ありがとうございます。あっさり終わりすぎて笑いが起きた。なるほど。次。クレルナの洋服が好きです。もっともっと出してほしいです。あんまりやるつもりない。バッサリやな。アパレル持つつもりないし、適当にやっていきます。でも出たら買ってね。わがままだろ。へえ、アパレル持つつもりないっていいね。こういうとこが土佐がひろみっぽいな。なるほど。お正月に大吉のおみくじを引いてから何かいいことありましたか？いいことしかない。特にこれってのはないけど、大吉気分で過ごしてるからネガティブが入ってこない。もしタイムトラベルができたら過去か未来どちらに行きたいですか？大喜利っぽい問いかけ。未来には行きたくないかな。過去に行ってデビュー当時の自分に格好とかちゃんとした方がいいよって言いたい。そんなひどい格好してたなんて。未来はこれからが楽しみなので見たくない。おみさんの自分がこうありたい姿ってありますか？来月35でしっかりおじさんになるんですよ。35ね。35、見えないね。大した若作りをせず、渋いおじさんでいたい。年齢を重ねていって、見た目も内面も、時の流れに抗うことなく生きていきたいかな。じゃあいい答えですね。みんなこれ、過去スクリーンの質問たち、見ていってる？みんな首を振る。質問の意味ね。確かに。あの事前募集何だった？マジで。別にオクタウンと違うの言ってもいいってことでしょ？ちょっともう一回練り直そうかな、質問。無人島に持っていくものは、絶対携帯。デジタルデトックスとかふざけんな。うちのメンバー結構やってるんだよ。わら。グループの LINE とか返信しろよって。あ、そういうこと？直樹さんとかめちゃくちゃ遅い。一日遅れとか、イライラする。やばっ！クレームじゃん。なんかさ、これ文章だけで聞くとちょっとなんか、トゲがあるけど、終始楽しそうなおみくんって書いてあるんで、まあ楽しそうに言ってたんですよね。直樹さんとか遅そうだな、編集。福井の美味しいもの食べましたか？全く食べてない。ホテルから一歩も出てない。希望缶詰。希望缶詰。基本缶詰。カニだよね。カニ食べたい。ライブ終わりにお蕎麦を食べようと思ってます。あれなんて読むの？越前そばです。そうなんだ。この辺りからあぐらをかいて座り出すおみくん激化は、前に俳優はもうしないと言ってましたが、なぜですか？あー、これちょい気になるな。私も向いてるとは思えない。本当にすごく大変。ずっとドラマに出てる俳優さんリスペクトしてる。出たからこそ大変さがわかる。
おみさんのこれからの夢、挑戦はありますか？真面目なことで言うと、日本のエンタメをもっと面白くしたい。日本だと浸透していないファンミーティングとか、VIP 制度とかそういうの。海外は値段に比例した値段でライブが見れたりするのが普通だから。日本はずっと均一。最善も奥も値段が一緒。なんでだろうなって、いろんな声はあると思うけど、そういうの浸透すればいいのにね、いいのにって。お金稼いとかないとですね。オリンピックをしていますが、ウィンタースポーツはしますか？スノボずっとやってました。父親にスノボ教えてもらって、今でも覚えてるのは、初めてなのに上級者コースに連れて行かされて、そこから蹴り落とされた。信じられないくらい転げた。アーティストになってから怪我したらいけないからできてないけど、サーフィンもやってました。ホテルですることないからベッドの上で北京オリンピック見てた。最後の最後にもう一曲歌ってくれて終わりました。音響チェックレベルではなくて貴重な生歌を堪能させてもらいました。今回のアンサーのステージはシンプルで見やすくなってます。装飾せずにそぎ落とし、パフォーマンスを体感していただけるような感じとなっております。声量と声の調子がすごすぎて圧巻。バンドがいない分、オミ君の美声が響き渡っていました。サイドテーブルにはクレルナのタンブラーと持参のスタバ、多分コンビニで買えるやつが置いてあって、歌い終わった後に客席に向けて乾杯みたいなことやって飲んでました。本編最後の後、初日この会場に来てくださりありがとうございました。このアンサー答えは皆さんです。みんながいてくれたから今この瞬間このステージにいます。感謝の気持ちをアンサーを通じてみんなに伝えたかったです。本当にありがとうございます。今回のライブはコンセプトをしっかり決めたライブでした。社員の世界観だと僕をもっと近くに感じ取ってもらって、一緒に踊っているような曲にしたかったので、アルバムもそんな気分で聴いていただけたらいいなと。ちょうど1週間前に祖母が亡くなって、改めて当たり前にあるものってないんだなと。限られた時間、どれだけ気持ちを持ってファンの方と過ごせるか、そんなことをこの1週間くらい考えていました。今この曲を聴いたり歌ったりしていると、そんなことを思ったり、改めて大切な存在は間違いなくファンのみんなだということを気づきました。気持ちを込めて歌いますので聴いてください。2日目の最後の曲前の MC、だいたい初日と同じ感じで、おばあちゃんが天国へ行くのを見送れたと。そしてその日は雲一つない綺麗な空で、まるで笑いかけられてるみたいだったって話してるおみくんのお顔は優しくて、どこかすっきりしてるように見えました。あと、この激動の日々を過ごす中、いろんなことに気づき、気づかされ、愛してくれているファンのみんなのことが敵だと思ってしまうこともあったと。これを聞いてびっくりもしたけど、さらけ出して話してくれたことが今のおみくんとみんとの関係性、近づけた、近づいてくれてるってことなのかなと。ファンのことを敵だと思ってしまってた時もあったってことですね。まあ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 ね。まあファンとアンチは紙一重ですからね。でもすごいですね。なんかそういうことをさ、3代目のグループでのライブでは絶対に言えないだろうし、まあソロのライブだからこそのなんだろう、すごい距離が近いライブですよね、やっぱり。まあね、人気になればなるほど応援してくれる人も増えるし、アンチも増えますしね。なんかすごい、なんだろうな、いろんな経験を得て、だからやっぱりさ、なんか全然こうデビューしたての人たちを応援してる感じとは全然違いますよね。こういろいろ長年経験を積み重ねて積み重ねて、今の登坂さんがあるんだなっていう。全然なんか会場には行ってないんですけど、あんまり飾らない感じで質問コーナーとかも受け答えしてくれてるんだなっていうのが、今ツイート見ただけでね、結構伝わってきました。自然体なおみさんが見れることでしょう。そんな感じなんだろうなって思います。ということで、今回はおみさんのツアー初日の感想を見てみました。引き続きツアーが成功するようにみんなで応援していきましょう。バイバーイ。